この助手を治める劉備はその人柄を認められ、前の君主当権より地盤を受け継ぎました。仁徳の領主と名高い彼ならば、必ずや必ずや我らを迎え入れてくれるでしょう。ひとまずのウロはしのげそうだが、その後はどうするつもりなのだ。今劉備は炎術の進行を受けているようだ。我らは炎術と戦うのか。ふん、あの腰抜けとの戦などつまらん。俺はやらんぞ。もちろん、もちろん炎術と戦おうとは考えておりません。我らが戦う相手は、皆様、遠路はるばるようこそおいでくださった。遠州での戦、過酷だったと聞いております。どうぞこの助手で疲れを癒してくだされ。劉備殿、お気遣い心から心から感謝いたしますぞ。疲れが癒えた暁には共に共に曹操を討ち果たしましょう。その話はまた後日にいたしましょう。我らはこれより炎術を迎え撃ってきます。ここには弟の張飛を置いていきますゆえ、何なりとお申しつけてくだされ。陳旧、本当にやるつもりか。もちろん、こたびの敵は炎術ではなく劉備、劉備です。劉備は貨幣ながら曹操の攻撃を防いだこともあります。彼とその義兄弟の実力はなかなかのもの。きっと呂布殿にも満足していただけるでしょう。遠州と同じことをやらせるつもりか。劉備の留守に助手を奪う、そしてこの助手から再び天下を目指せと。まさしく、まさしくその通りです。私の知略と呂布殿の武をもってすれば、必ずや必ずや助手を制圧できましょう。我らは盗っ人と呼ばれてもおかしくないな。だが父上が望まれるならば、私は誰とでも戦いましょう。お前たち、いつでも戦に出られる支度をしておけ。俺の国、俺の天下のため、助手を奪い取ってやる。留守番の張飛は暇を持て余している様子。そこで彼の好物である酒を送っておきました。おそらく今頃は大いに大いに酔っていることでしょう。ふん、くだらん真似をしよって。俺に酔っ払いの相手をしろというのか。呂布殿、一時我慢してくだされ。本当の戦いはこの先にございます。助手を得れば、そうそう、劉備、敵はよりどりみどりですぞ。これ以上愚弄や居候を続けては兵たちの士気も下がりましょう。呂布殿、ここはひとまず地盤を得ることを第一とするべきでは。私もこの助手を鬼神の国とするため全力で戦います。て、まあいいだろう。行くぞ。張飛を叩きのめし、助手を手に入れる。劉備の留守に可否を奪う。助手を俺の国にしてやる。可否の張飛は酒好きで有名です。今も留守の暇を潰すために飲んでいるとか。そこでさらに酒を送るのです。
彼を酔いつぶせば城はたやすく落ちましょう。城攻めは容易には行えぬ。今の体勢で始めてもよいだろうか。いや、ご注文誠にありがとうございます。ですが、こんなに大量の酒、うちだけでは。した量ではまだ足りませぬな。勝敗からも酒を運ばせましょう。酒ならもう用意できています。さあ、火碑へ運びましょう。上々ですぞ。これで城内の将兵は皆酔いつぶれるでしょう。
酔った張飛が部下を叱りつけたとか。その将は城を追い出されたそうです。将の名は宗兵とか。彼の不満を煽り味方にしましょう。よし、任務は成功したな。正規、いい働きだ。だが気負いすぎるなよ。見た。総評だ。ちょっと愚痴を聞いてくれよ。大酒飲みの乱暴者がいてな、仕事に触るから飲むなと俺は言ったんだ。そうだろう。言ったら奴め怒り出してな。邪魔する奴は追い出してやるって。そうなんだ。で、ここに至るわけだ。嫌になるよ。もうやめようかな。あんた、俺のことを承知で話を。そうだな、ここで乗り換えも悪くない。よし、張飛に仕返ししよう。あんたらが攻めるとき門を開けてやる。よし、任務は成功したな。おお、お見事な活躍ですな。
の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。お前、仮面裏切り者に味方する気？なんだそれ。こんなもの壊してやる。よっ、これは可否城攻略に必要なもの。壊されるわけには参りませぬ。私にこんな仕打ちをするなんて、長領、お前も許さないから。みんな勝ちどきをあげよう。レイキ、いい働きだ。だが気負いすぎるなよ。働き、城攻めの準備は整いつつある。そろそろ頃合いだろうか。これより可否城を攻める。みんな私に続け。
なら襲撃か。足がもずれてうまく戦えない。勝利をこの手に。容赦はしない。勝利をこの手に。容赦はしない。活躍ですな。卑怯な真似しやがって。大呂布、もう一度一対一で勝負しやがれ。酔っ払いがいいだ。今度こそ差し向かいで消し飛ばして。兄者たちがいない隙にこの火器をかっぱらうつもりかよ。二つムカつくぜ。一つはおめえを迎え入れた兄者を裏切ったこと。そしてもう一つはこの縁起と張飛一人が相手なら勝てると思いやがったことだぜ。よって鈍るぞ。雑魚以下だな。なんだぞてめえ。長飛様、今は引きましょう。ふざけんな。俺はまだ戦える。やろう。呂布、覚えとけよ。これでこの火器は俺のものだ。助手はこれで我らのものとなりました。呂布殿、あなたの国ができましたぞ。
これでようやく我らは夜地を得たのか。おめでとうございます、父上。つまらん。酔っ払い一人倒したところで何の面白みもないわ。神宮、さっさと次の戦いを用意しろ。よく殿、焦ってはなりませんぞ。天下を狙うには地盤をしっかりと固めなくてはなりませぬ。天守を攻めきれなかったのは呂布殿の武賀を劣っていたからにあらず、我らの兵力が劣っていたためです。今は陳宮殿の言う通り、この地で軍備を整えるべきでしょう。勝手にしろ。だが俺はあまり長くは待たんぞ。徐州を取ったまではいい。この後俺は誰と戦えばいいのだ。無論当面の敵は曹操でしょう。以前曹操は父親の仇討ちと称し徐州へ攻め込みました。しかしその実は単にこの地が欲しかっただけ。曹操は必ず我らと剣撃を交えるでしょう。曹操、確か帝を自分のところに迎え入れたとか。その勢いは天下に随一と言ってよいでしょう。若くして孫権の後を継いだ孫策も気になるところ。皇統を瞬く間に平定し小覇王と呼ばれているとか。武を競う相手としては不足はないかと。曹操には遠州の借りがある。奴は徹底的に潰してやる。それから孫策、小覇王などといい気になりよって、すぐに俺が格の違いを見せてやる。皆様の武と私の知望が揃えば敗北などありえませぬ。いざいざ、このまま天下までひた走りましょうぞ。